ネット競馬ニュースフラッシュ、皆さんこんにちは。馬事文化応援アイドル桜花の奇跡の成瀬ことです。それでは7月9日最初のニュースです。アナウマ気になるせ。はい、こちらのコーナーアナウマ気になるせでは、私成瀬ことと一緒にレースの注目アナウマを探していきます。本日探していくのは7月11日日曜日、福島競馬場で行われる七夕賞の出走予定メンバーの中から注目アナウマを探していきたいと思います。昨年の覇者で2連覇がかかるクレッシェンドラブ、豪華メンバーの安田記念の中で5着に食い込んだトーラスジェミニなどが出走予定です。そんな中でレースの注目ポイントはこちら、差し馬スタミナ力の2点になります。まず1点目、今回小回りの利く馬だけではなく差しが決まる馬に要注意だなと私は思いました。福島芝 2000m のコースなのですが、最初の直線は約 500m と長くハイペースな流れになることが予想されます。また過去に馬券圏内に入った馬たちの通過順を見てみても、前半戦は中段から後方につけていた馬が多い印象にありました。そして2点目、スタミナ力なのですが、福島ではレース当日まで連日雨予報で、当日は重馬場、不良馬場になる可能性が高いと思われます。またゴール前にも上り坂があったりと、スタミナ力が要求されてくるのではないでしょうか。この2点を踏まえて注目アナウマ、まず1投目はこちら、アールスターです。金層の着順だけを見てみると馬券圏内からは遠ざかっているのかなというようにも見えるのですが、内容を見てみますと、前走の日経賞ではスタート時に不利があった中で上がり3位、3走前の中山金牌ではなかなか道が開かない中で、最後の直線ではぐんと伸びて上がり3ハロンでは2着の馬と並んで最速の数字を出しています。また2走前の小倉大商店では、今回人気上位に予想されているバンケドミンゴ、トーラスジミニにも先着していますし、馬自体の力は十分あると思います。過去には重馬場での連帯経験もありますし、今回の七夕賞で今年初の重賞タイトルゲットとなるのではないでしょうか。続いて2投目はこちら、クラージュゲリエです。過去のレース映像を見てみても、直線で加速がついてから持続力が長いタイプの足を持っているなと感じました。小回り適性もありますし、他の出走予定馬と比べてみても、過去しっかり強いメンバーと戦っている経験も十分あります。なので今回かなり勝ち負けにはなるのではないかなと思っています。続いて3投目はこちら、ロザムールです。今回の出走予定馬の中で唯一の牝馬となっています。もしレース展開が思った以上にハイペースにならなかった場合、ロザムールが前で残るのかなと私は思いました。こちらのロザムール逃げ馬なのですが、最後に後続の馬に迫られた時に粘れる底力を持っているのが強みだと思います。重馬場、不良馬場の負傷率は 100% という道ある実績の数字も持っていますし、レース展開が向けば期待できると思います。そして最後はこちら、ワーケアです。デビューから2連勝、重賞でも連帯経験あると馬自体の力がしっかりある一頭です。重馬場で開催されたディープ記念では、中段に位置したところからじわじわと使える長い足を持っており、今回のレース適性にも合っているなと感じました。約8ヶ月半ぶりの休養明けということなのですが、どんなレースをしてくれるのか楽しみです。ついに始まりましたサマー2000シリーズ、皆さん一緒に七夕賞を楽しみましょう。以上、ネット競馬ニュースフラッシュでした。